別に見に来たっていうわけじゃ。そう、たまたま通りがかっただけです。もう先輩ったら最高っていうか、ほどほどに良かったって感じです。ニコ先輩、無事に終わって良かったですね。間違ってるわよ。ほどほどじゃなくて、宇宙一可愛いニコニーだけの最高のソロライブだったニコ。そうですか。カスミンだったらもっと可愛いパフォーマンスになったのにな。ありえないんですけど、ニコニーの方が可愛いんだから、カスミより可愛いパフォーマンスできてるに決まってるでしょ。黙ってないで、あんたも何か言いなさいよ。当然よ、ニコニーとカスミどっちの方が可愛いと思ってんのよ。先輩、カスミンのこと選んでくれますよね？ね？絶対ニコニーを選ぶに決まってるでしょ。はあ？ニコニーの可愛さがカスミと同じわけないでしょ。そうですよ、カスミンが一番だってはっきり言わないとニコ先輩には伝わらないんですから。なんですって。そうだ、さっきソロライブを見てて思ったんですけど、ソロ曲の中でこうやって腕をぐるっと回す振りがあったじゃないですか。それがどうしたのよ。ニコ先輩のパフォーマンスはちょっと体操っぽいっていうか、もっと可愛くすることができたと思うんですよね。そんなことないし、ニコニーの可愛さがちゃんと出てたもの。カスミなんてニコニーのパフォーマンスを真似できないんじゃない？ニコ先輩の方がダンスはちょびっと上手いかもしれないですけど、でもでもカスミンだったらもっとみんなを魅了できたと思うんです。それにニコ先輩、1曲目のウィンク両目閉じてたじゃないですか。キー、なんでそこまで見てるのよ。たまたま失敗しちゃっただけでしょ。は？違います。ニコ先輩のこと好きだなんて一言も言ってません。ニコ先輩がカスミンと比べて見劣りするから目につくって言ってるんです。見劣りするですって。そんなのこっちが言うセリフなんだから。ちょっと待って、適当に選ぶのやめてくれない？圧倒的にニコニーが可愛いに決まってるでしょ。違います、先輩はカスミンが圧倒的に可愛いと思ってるけど、ニコ先輩に気を使って言葉を濁してるんですよ。なわけないでしょ。